というのもなんか私もいろんな学校の実は小論文の指導とかも私ちょっと見てる部分があって、あの今やってないんですけどちょっと昔そういうのやってて、でその時にちょっとテレアポしてて私びっくりしたのが、あの創価高校ってすごいそういう教育ちゃんとしてるんですよ。こうあのロジックをちゃんとこう論理的にあの書かせるって論理トレーニングとかも創価高校ってやってて、いわゆるその宗教系高校ってこうその勧誘をその将来的に出しなきゃいけないから、こうそのロジックでそのちゃんとこうあのできるようにするっていうのはすごい大事にしてる学校があって、うんうんうん、ロジックとあと人当たり、あの人を勧誘するときって基本的にこの2つがすごい大事で、まあ論理的に間違ってないっていうのと、あと人当たりがいいっていうのがすごくあって、うんうん、あの私創価高校の生徒とかも結構教えてたことあるんですけど、あの創価高校の生徒ってすごいなと思うのが、みんな人当たりめっちゃいいんですよね、うん、あの創価学会員で人当たり悪い人って私見たことないです。あの、うん、それある程度のエリートコース以上の人の創価学会員の人って大体めちゃくちゃ人当たりいいんですよ。うん、で、すごいなって、そう個人的には思ったりはします。うん、多分幸福の科学学園とかもいい人多かったんだと思います。そうですね、いい人ばっかりでしたね。うん、そう先生とか含めて、ね。うんうんうん。うんこの間だから広瀬さんにブロックされてさ、なんでブロックされたんだろうって、なかなか難しいよね、人生の。難しいなって、ちょっとまあ。いいんですけど別にいろんな人いるから、うん、であと幸福の科学は1年に1回その試験があるんですよ。仏法心理学検定ってどれだけ、あの進行の方ですけど勉強しましたかっていうのを証明して、で初級は暗記なんですけど中級以上は論文なんですね。だからそういう練習書く練習もしてたから、まあ、そんなにロジカルに書くっていうのは苦労しなかったかな。なんかあとあの私が指導している中で言うと韓国学校の生徒とかもそのすごくうまくて、韓国学校ってなんかあの週1作文月1討論年1演説って言ってその自己主張させるっていうことをすごい訓練するんですよね。で多分そのなんか戦後賠償問題とかで日本人に負けないようにするみたいなそういうこう理念があって、それでこうその週1作文月1討論年1演説とかってやるんですけど、割とだからそういうのっていうのはまあそういうの鍛えようっていう学校にちゃんと入ってるとわりかしこう鍛えられるのかなというか、うん、なんであの幸福の科学学園の方ぜひあのもしねあのチャンスがあればやっぱりあの SLC 受けていただければなっていうふうには思います。あの幸福の科学大学みたいなやつって最近あるじゃん、ハッピーサイエンスユニバーシティみたいな、 あれ大学の資格取れないんですよね。そうなんです、うん、でみんなこうそのなんていうんだろう、結局あそこ入っちゃうと幸福の科学の職員になるしかないんで、うん、就職がちょっと難しいんで、そうであれば普通にあのやっぱり SC 入って就職した方がいいんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりはするの で、うん、そうですね、あの就職なりその研究なりした方がいいんじゃないかなって、うん、まあ人それぞれなんだけどね、うんうん、まあまあまあ否定はしないけどそういう生き方をどうなのかなって思うところだったりはします、うん、っていうところで、まあ、そういった形でこうやってて、なんでまあ一応そのだから幸福の科学学園結構良かったぞという話そうですね、教育は受験っていう意味においては結構良かったぞっていう風な話の中で、うん、まあそのやってきてっていう風なところでっていうところですね。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE の、 あのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとかあの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。